フィリッペ・ヘレベーゲは、ベルギーの指揮者、ドイツ音楽の専門家として知られており、中でも、バッハからシンウィーン楽派までを得意としている。今日では主要なバッハ研究家によって、正当的な歴史交渉を踏まえたピリオド奏法による、バッハ演奏の開拓者の一人と認められており、また60余りの録音数から、ハルモニアムンディフランスレーベルの顔の一人と、みなされている。ヘント出身。 少年時代をイエズス会の少年聖歌隊員として過ごす。実家会社であったため、精神会を目指して、ゲント大学の医学部で心理学を専攻するが、その傍らで、ヘント音楽院で、ピアノの他に、初期鍵盤楽器を学ぶ。1970年代に、職業音楽家として、指揮活動に入り、コレニウムボカーレヘントを創設するとともに医学を断念する。 まもなくニコラウス・アーノン・クールやグスタフ・レオン・ハルトにその楽曲解釈が注目されるようになり、両者によるバッハ・カンター・タ・全集の録音に参加するように、コレギウム・ボカーレ・レヘンとともども昇される。生き生きとして、正当的で雄弁なバロック音楽の解釈によって、次第に各国で賞賛を集めるようになり、1977年にパリでもう一つの古楽アンサンブルである。 シャペル・ロワイヤルを設立し、フランス黄金時代の音楽を上演するようになる。これ以降はいくつかの演奏団体をまたにかけて、ルネサンス音楽から現代音楽に至るまでを的確な解釈で演奏することを試みるようになる。こうして、ルネサンス音楽を専門とするヨーロッパ声楽アンサンブル、ロマン派音楽を専門とする小楽器オーケストラの シャンゼリーゼ還元楽団、主に20世紀音楽に特化したアンサンブルミュージック・オブ・リークを主催するに至った。小楽器演奏家の中でも、これだけの数の演奏団体の統卒者となっている人物は稀である。近年は、モダンオーケストラの演奏にも取り組むようになり、1997年より、王立フランドルフィル・ハーモニー還元楽団の音楽監督に就任し、 ピリオド奏法によるベートーベンの公共曲全集の録音に取り組んでいる。1993年にコレギウム・ボカーレと共にフランデレン音楽大使に選任され、1997年にはルーベン・カトリック大学より名誉博士号を2003年にはフランス政府よりレジオン・ドヌール・シュバリエ賞を授与されている。初来日は、 シャンゼリゼ管弦楽団とコリニウムボカーレ編を率いての1998年。ありがとうございます。